1組目は最後の接戦でしたが、大隅西が1着で、2着が菅原ということになりました。高見リレー2組目の準備が整いました。5周目が飛び出していきました。2つから2つ目、青の箱が先頭です。下新城先頭、東伊坂の2番手で新城3番手、伊坂の4番手、ちょっとぶつかりかけた。下新城が先頭ですが、外から伊坂のが行く、外から伊坂のがかわしていて4走差に向かう。さあ一気に運んでいったぞ。ゆっくりと行く、ゆっくりと、伊坂の崩れてしまった。そうして東伊坂の下新城だ。下新城が行く、4つ目行くが、バランスは崩せる、崩れてる、崩れた、崩れない、持ちこたえた下新城、なんと持ちこたえた。そして小松が2番手に上がって、東伊坂の3着着、最後の最後で小松も2番手に逆転。そして東伊坂の3着、4着争いはどうだ。伊坂が最後スピードを抜けて4着に入っていきました。最後は新庄が5着ということになります。44秒53、熱戦でしたが下新庄が制しました。高いミニレーバー3組目、大道南が出ていきます。あーと落としてしまった。さあ大道南が先頭でいく、43秒34でいきました。そして大道は崩している。ピンクの箱が2番目に向かってきます。ピンク到着、イエローが到着していきました。第43回東の科学健康の日の集い G1、 いよいよ最後の種目になります。始まりました。菅原と大道1回戦、大隅東1回戦、互角で行っています。互角に行っていますが、わずかに菅原が引っ張ってきたのは大道、大隅東が引っ張ってきた。ちょっとバランスを崩れた。さあ大隅東がわずかに出ているか、わずかに出ているようだ。菅原引っ張り返すが、まだ大隅東優勢。戻すか、少しずつ大隅東優勢だが、戻してきているのは菅原。あーしかし大隅東が優勢になってきた、大隅東が優勢になってきた。旗が倒れる、旗が倒れるか、どうだ、残る菅原、残るが力つきました。大隅東が勝ちました。大熱戦、50秒近くの熱戦、大隅東が制しました。菅原を下しました。このあと2組目は豊里と方針の対戦になりますが、3組目に私が登場ということになりますので、3試合目に関しては紹介できないことをご了承いただければと思います。2組目が始まりました。豊里方針、さあまずは方針が引っ張っていく、わずかに方針が引っ張っていく、引きりずり込まれていく豊里、方針が引っ張っていく、少しずつ引っ張ってくる、粘っている豊里、女性を数人入れているんですが、半分入れているんですが、しかし方針が引っ張っていく、粘るトヨタとですが、少し縮まってきたが、いやーまだ勝っていないか、ほぼ勝っていない。30秒経過した。方針も苦しそうな感じだ。粘っているトヨタと、しかしまだ優勢方針、まだ優勢方針です。優勢勝ち、方針倒れませんでしたが、方針の優勢勝ちとなります。伊坂野と西淡路は伊坂野が勝ち、そして大隅西と豊里南が勝利して、これから6試合目、5試合目ということになります。伊坂野の方は西淡路に勝利したんですが、ちょっと相手の方がちょっとかわいそうだったなという感じだったんですけれども、小松と大道南の対戦から実況モードに戻ります。健康の日の集い G1、
今年の最終種目ということになっていますが、小松が引っ張っていく。さあ大道みなみどうなんだ、倒れた、わずか9秒で決着。小松わずか9秒で決着しました。綱引きの6試合目、東高野大道、あーいきなり東高野が引っ張っていく。あっという間でした。東高野6秒で勝利、東高野の勝利です。わずか6秒で東高野が勝利しました。東アジはエンジンを組んでいきました。東アジには石川博樹市議がこの中に入っています。一方は下新庄、新庄のソフトボール仲間も応援に入っています。どんな試合になるか。石川博樹市議している東アジ、勝利できるか。下新庄が引っ張っている、下新庄が引っ張っている。ここは下新庄優勢だ。さあ東アジ頑張る、どこまで耐えられるか。下新庄が引っ張っていく、少し東アジは戻しているように見えます。戻っているか。いやー、しかし下新庄が引っ張ってきた。倒れそうだ、倒れそうだ。持ちこたえられるか東アジ、戻せるか。まだまだ倒れず、どこまで来ているか。どうなんだ、もう倒れそうな感じだ。まだ粘っている東アジ、東アジ頑張るが、どうだ、倒れてしまった。粘りに粘りました東淡路だったんですが、勝利は下新庄、42秒要して勝利しました。新庄支部も、新庄とスポーツ推進員による戦いになります。15支部ということで余ってしまった新庄がスポーツ推進員と対戦ということになります。そして健康の日の集い G1 2024年5年ぶりの開催、ラストということになります。準備ができましたら、下し準備整って最終が始まりました。さあ引っ張っている、体育推進頑張っている、体育推進頑張っているが、ちょっと旗が動いた。引っ張っていく新庄、引っ張っていく新庄、旗が倒れるところまで来た。粘っているスポーツ推進、スポーツ推進粘っているが、倒れるか。もう倒れそうなところまで来ている。懸命に応援する大吉指導員、新庄倒れました。31秒で新庄が勝利して、健康の日の集いの全てが終わったということになります。スポーツ推進員もよく頑張りました。31秒勝利まで要しましたが、よく粘りました。最後に成績をご紹介しておきます。3位が菅原、2位が板鹿野、そして1位は13年ぶりに小松支部がわずか1点差で制するということになりました。まもなく閉会式が始まろうというところで、雨の方が降ってきてしまいました。テントの方はすでに片付けられていて、あとは結果を待っているという風景になっていますが、動画の方はここまでで終わりということになります。小松13年ぶりに春の G1 を制しました。